首のない騎士、伝説の金騎士か。おそらくこいつがあのオーラでウンベールを操っていたんだ。でも一体何の目的で。殺し、全てを殺し、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 殺し。こいつも正気を失っている。もしかしたらウンベールに狂ったシーンが眠っていたこいつの狂気と共鳴しちまったのかも。君と一緒なら。よし、よし、はぁ、レンジ、行きますよ。防御する。よし、大丈夫です。これで来る。なんて強さだよ。キート、一旦引こう。くそ、どうした。Yeah!
エンハンスアーマメント。違うんだ。ティーゼは悪くない。君は友達のために正しいことをしたんだ。こうなったのは全部僕のせいだ。ティーゼが謝ることなんて何もないんだ。今度は私がユージオ先輩を助けます。私頑張って、きっと聖剛騎士になって先輩を助けに行きますから。だから待っててくださいね。きっと。ティーザ、大丈夫？どこか痛いところはないかい？ユージオ先輩、よかった、無事だったんですね。ティーゼ、私本当に心配で、ユージオ先輩が死んじゃったらって。ティーゼ落ち着いて、僕は大丈夫だから、周りを見て。ヒューヒュー、お熱いね。幸せそうに抱き合っちゃって。まあ焼けるぜ、お二人さん。よ、色男。誰が色男だよ。そうだ、首なし騎士は。あれが最後の一撃だったみたいだ。